経済にも強くなろうということですね。石油大手エネオスについてちょっといろいろと議論してみたいな。話題のエネオスについてね、うん、何でしたっけ企業トップが、うん、はい、3年連続セクハラでトップが辞任という、ね、グループでね石油最大手ですね、エネオスは、うん、まあ、元日本石油でね、うん、で世界で第6位、あ、そうなんですか、まあ、石油企業ではね、でかいですね、うん、でもう本当エネオスはもうセクハラ事件が増加していて、エロオスって言われてるんですね、最近ね。エロオス。本当っすか、本当に言われてます、呼ばれてるんです。週刊新潮も書いてあったし。そうそうそう。エロいオスとしてエロオスって言われてると、で、このエロオスのルーツとなった事件がですね、もう22年の9月にデイリー新潮の記事で、うん、まあ、エネオス独裁会長辞任の裏に香川照之超えの性加害っていう記事が出たんですね。でこれ杉森さんという会長がですね、出張先の那覇の高級クラブで、うん、酒に酔った勢いでホステスの体を触り、キスを強要、うん、服を脱がせ、胸の骨を折るという、折る全治2週間の怪我を負わせたというので、まあ、これがまあ結構当時話題だったんですね。で、これ、22年の、うちでやってる出版記者が選ぶこの記事がすごいで、4位に選べたんですよ。まあ、要は、各経済記者がたどり着けなかった杉森、まあ、独裁会長の辞任の真相を突き止めたんですよ。っていうことが、まあ、まずルーツなんですね、で翌年ですよね、昨年、はい、年末12月にですね、今度は斉藤社長解任されたんですね、はい、で斉藤課長はこの社内の親睦会に先に酔い同席した女性にセクハラをしたと。斉藤さんはそういった杉森さん問題を是正するために就任してるんですね、うん、あ、なるほど、お酒の方で記憶にないと語ったんですけど解任と、そうですね、でもう一つが今年つい2月に起きた、エネオスグループの会社で、安さんっていうのかな、安茂会長、ジャパンリニューアルエナジーっていうエネオスグループの会社があるんですよ。まあ、そこの会長が、まあ、懇談の席で女性の体を触るようなセクハラ行為があったということで、解任と。安さんはお酒の場ということで記憶にないと処分を受け入れるということで、まあ、3年連続セクハラ解任というのがグループで起きたんですね。それはエロオスと言われるのもしょうがないじゃないですか。で、やっぱり石油業界って結構、なんだろう、保護業界ですね。だからまあ要は税金がジャブジャブ流れ込むんですよ。そうですね。まあまあトリガーも、とかいろいろ話題になってますけども。で、エネオス時代は売上高が15兆円。日本で第4位って、まあ今日巨大企業ですね。で、エネオスと出光だけで、政府は6兆円の補助金を流してるんですよ。今回の原油高のやつで。常に。大体。で、なんかガソリン補助金って、僕もちょっと今回ちょっと調べて初めて分かったんですけど、ガソリン価格が高ければ高いほど補助金がたくさん出るっていう、なんかむちゃくちゃな仕組みらしいんですよね。だから価格を下げた補助金が減るらしいんです。原油が高くなればなるほど補助金もたくさん出てくるという仕組みらしくて。だから値上げそんなにしないでねって、小売はっていう、ね。まあまあそういうことなんでしょうけど、まあでもジャブジャブ出てくるということなんですね。だからボロ儲け業界なんですよ。どっちにしても儲かる、うん。そう、儲かる。もうそうなんですね。だから別に下げる努力をしなくたっていいわけですよね。で、別に原油が下がったら下がったで利益幅が大きくなるから、両方大きく、ね。そう、どっちに転んでもいいっていうから、美味しい業界なんですね。まあ、酔っ払って遊ぶ人が多くなるのもわかるなと。だって、そう、だ企業努力をしなくたってそれなりにもううまくいっちゃう業界なわけですよ。普通はなんかね、マーケットに合わせるために努力をするわけじゃないですか。そうですね、でもこんな6兆円も金が流れてきたらね、これ電気とかもちょっと近いじゃないですか。うん、まあ、補助金とかもあるし、まあ、あと、かかったコストだけ電気代全部終わらせできるっていうので、要は、インフラのね、そういったガソリンとか電気が高いのが一つのね、経済的なネックが常になってるじゃないですか。うん、エネオスグループが今その再発防止案を発表したんですよね、はい、うん、これはまた素晴らしい策でですね、うん、取締役が会食時に飲酒しすぎてないか同行者が監視するルールを設けたと。飲酒しすぎてないか飲酒量の問題なの2杯までですよ。そうそうそう、役員に対して、まあ、ペーペーが作ったら言えるのかっていうね、うん、専務飲みすぎですよとか、社長飲みすぎですよって言えるのかっていう。監視するためだけにそう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 。飲み会にバカルールだなと思いますよね、本当にね。監視されなきゃだって、飲み会にも参加できない幹部たちなんでしょ、うん、そう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 。うん、僕らはもっと抜本的な改革案を考えてあげようかなと思って。ね、
エネオスね。スやっぱり大事な日本もね、第 6位の企業、4位だっけ忘れたけど。だからね、そう。どういう。じゃあ一つ。はい。一つは、いや、役員全員女性にするって。うん。そしたら少なくとも男性のセカラは なくなるわけじゃないですか。うん、うん。うん。で、どうでしょうかと。うん。全員役員女性にする。まあまあ、ありっちゃありありだよね。そういう人材がいればね。いればね。うん。まあでも、セクハラする人材もね、うん、能力があろうとなかろうと女性にしちゃうっていうね。うん。うん、まあ、でも一つ。思いのほかサードを得られるのはちょっと焦ってますね。二つ目。役員がお酒を飲むためにガソリン価格を下げるという仕組みを導入する。一円。そうすると仮に不祥事が起きても国民にとってはメリットがあるじゃないですか。ガソリン価格が下がるわけですから。うん、そうするとね、そんなにこちらも批判はしないって、まあ、まあ、バカだよねって終わるじゃないですか。はい。はい、どうぞ。うん、みんな失笑。経済アナリストじゃないんでね。ご存知かと思いますけど。はい。3番目。これは割と現実的なんか。役員がビールを一杯飲むたびに役員会を開くと。で、飲んでいいかっていうの全員で役員会で決まって飲むっていう。ああ。どうぞ。うん、だって会社でも上場企業ですからね、NS、うん、こんなスキャンダルしたら株価下がっちゃうから、うん、毎回役員会酒飲むたんびに開くと、まあオンラインでもいいから、うん、ちょっとビール飲みたいんですけど役員会まず開いて、うん、そこで OK が出たら飲むと全然現実的じゃない。いやいやいや、スキャンダル止めたいんですよ、うん、僕は、うんうん、なるほど、はい、で4番目これはまあこれもすごい現実的ですよね。役員は毎日就業後に皇居をマラソンすると。3週ぐらい。うん、そうしたら、まあ、NS、NS は大手町あるじゃないですか、うん。で、疲れて飲んだら寝ちゃうじゃないですか。疲れてるから。セクハラする体力もないって。ね。そう、うん。人によるでしょ。で、もしあるんだったら5周するってね。あるなら。うん、大手町が近いから。疲れるまで働けばいいんじゃないの、ね、まあね、そういうことも言えるよね。まあ、そう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 。だからね、旺盛なエロスもね、抑制する効果が期待できるんじゃないかなということですね。はい。まあ、健康にもいいし。鋭い視点でした。うん、鋭い視点ですか。その4つの点はどれぐらい時間かけて考えたんですか。いや、これはまあ、7分ぐらいです。まあ、ですよね。交渉週刊文春も社内、社内派閥闘争がこういうスキャンダル続出の理由じゃないかとも書かれてたんですけども、うん、どね、まあとはいえですよね、そんな後ろ指させることするんじゃないという話でございました。はい。